コレクション。お客様時間の都合ありますので2階の方へ先寄りの小林先生が待っています。今こっちは案内するところです。こんにちは。小林照子さんと長話したんです。ここ三越から帰ってきたでしょ。三越帰りで三越の銀座で店長がやったんですよ。いらっしゃい。大変なこと。ああ、先降り場。そうそうそう。おお。ここが東大野さんのところですね。すごいな。ね、押し花。これ本物みたいな。東大野さんの場合は押し花と他の素材を組み分けてるんですよね。花だけ。いいの。東大野さんという方で。今度うちに出る人。今度取材するんです。おお、いいの。すいません、これうちのとこです。おお。あれ、じゃこれうちのとこを作ったの。どうぞ。花を部分で使ってるんですよ。これがこの人の人。これ噂をすれば東大野に。どうも、この前ありがとうございました。すいません、あたかそうな格好してません。いや、まさかひまわりよりのすごくいいのだって。非常に興味を示してます。うん、これはいいね。山畑正弘さん。私たちのボスで。コスモスベルミーなんて富士見花クラブっていうのが全国のであるんですよ。どうなんですか。山田です。こういうものです。よろしくお願いします。いや、あの下で下の新さんにね、うん、この中古民館で活動している誰か女性の人を紹介してくれって言った、うんうん、たら躊躇なく、あ、東大野さんだよなって、うん、という話です。珍しい名字ですね。はい、あのうちしかないので、でしょうね。悪いことですね。どちらからの名字なんですか。あ、ね、主人の祖母が、岩手の昔の大野村、八戸のカルマイの あの辺の大工さんの手ですね、うん、大工がたくさん出るところ、ね、大野大工、カルマイ大工、ね、うん、カルマイ大工、大野大工という、はい、元々は大野村の出身だそうです。だから東大野らしいんですけど、こっちから見ると立体的ですごい。なんかね、あの浮かせてるの、これも技法なんだって。奥行きを持たせるのにね。あの向こう薄くしててね、うん、このね、どれが花で、どれが書いたのかがわからない。そうなんですよ。そこが怖い。そこがね、面白いところでもあるし。これ、花ですよね。花の名前は柳さんに聞かない方がいいと思いますよ。これね、だからこのなんか意味が分かるように、この不思議花クラブのこの名前、うん、これがなんかこの世界だよね。全国組織。ただの普通の芝居じゃない。途中で、はい、なんかやめて、いろいろまあやったらしいです。お客様、体験コーナーもご用意してございますんで。ごめん、社長はないの。ないのかな。今度ね、美穂子さんを全部集める家に作ることにした。美穂子だらけ。面白いね。いるんだよね。いっぱいいるんだよ。それは面白いね。みおこ全員ね集めてね。みおこ祭りをやるの。みおこ祭りを聞いたことある。みおこ。いや、いいと思う。みおこ祭りね。出過ぎたみおこの会だ。喋り過ぎたみおこの会。いい趣味の世界だよね。こういうの集中して。いや、これリサルスでやれば面白い。なんち。前田さん、はい、ディザルスでやれば面白いこと。でそれは私もね、うん、まだ後で言おうと思ってた。私、駆け橋に今度乗るんですね。うん、乗った後に、うん、あ、うん、あ、うん、これいいよ。ちょうどあのね、そういうのあるんですよ、不思議花クラブの中に。で、その
取っといたのにダメよ、なんだ今で取っていてびっくりさせようと思ってたのに先送り、俺の方がその家は水といてね、考えることは一緒ってね、そうなんですね、そうなんですね、すごいいいと思う、こうなってね、すごくなんかね達成感があると思う、作った後のね、すごくいいなと思って、おお、これが例の例の三越帰り、今回の展示会のテーマはハーモニー、もともとがこうだよっていう、こういう置き方がすごく分かりやすいんですよ、こんにちは、どうも、もともとのその先を言い伝えたね、これをこうやったらこう混ぜたらこうなったのよっていうのがすごく分かりやすい説明だと思う、